ジェームズ・ボールドウィン、ジェームズ・アーサー・ボールドウィン、ジェームズ・アーサー・ボールドウィン、1924年8月2日から1987年11月30日は、アメリカ合衆国の小説家、著作家、劇作家、詩人、随筆家及び公民権運動家である。代表作に、山に登り鉄ゲよがある。ボールドウィンの著作の大半は20世紀半ばの、 アメリカ合衆国における人種問題と性の問題を扱っており、黒人であり同性愛者であることに関したアイデンティティへの疑問と探索、社会的コンプレックスや心理的圧力がテーマになっている。ボールドウィンは1924年に9人の子供の長子として生まれた。彼は実の父に会ったことも、父がどういう人であるかを知ることもなかったが、その代わりに、 ママ父のデイビッド・ボールドウィンに父の姿を見ていた。デイビッドは工場労働者であり外交説教師でもあったが、家にあっては大変残酷であったと言われている。ケーフは、ボールドウィンが文学を志すことに反対であったが、ボールドウィンは、恩師やニューヨーク市長のフィオレロラ・ラガーディアからの支援を得た。十四歳の時に、ハーレムの小さなファイヤサイド・ペンテコステ教会に入り、後に、 ブロンクスのデウィット・クリントン高校を卒業すると、グリニッチ・ビレッジに移住し、文学の修行に勤しむことになった。ボールドウィンは、私にとって、世界で最も偉大な黒人作家と呼んでいた年上の、作家リチャード・ライトから支援を受けることになった。ライトは、ボールドウィンと友人になり、ボールドウィンが、友人会作村記念賞を受ける手助けをした。ボールドウィンはその随筆集の第二、 アメリカの息子のノートとしたが、これは、ライトの小説、アメリカの息子にかけたものだった。しかし、ボールドウィンの1949年の随筆、みんなの抗議小説が二人の友情を終わらせた。ライトの小説、アメリカの息子が、ハリエット・ビー・チャース島のアンクル・トムの小屋に似て信憑性のある人物や、心理的描写に欠けていると主張したからであった。しかし、 ジュリアス・レスターとのインタビューの時に、ボールドウィンはライトに対する同型は残っているとして、私はリチャードのことを知っているし、愛してもいる。私は彼を攻撃しているのではなく、自分として何かを明らかにしようとしただけだと説明した。もう一人、ボールドウィンの人生に影響を与えた人物は、アフリカ系アメリカ人の画家ビュフォード・デラニーであった。ボールドウィンは、 切符の値段、ザプライス・オブ・ズ・ティコット、1985年で、デラニーのことを黒人が芸術家になれるという最初の生きている証。暖かい時と不景でもない場所で、彼は、私の先生であり私は、彼の生徒であると考えられた。彼は私にとって、勇気と強さ、謙遜と情熱の見本になった。絶対的な強さ、私は彼を見て何度も揺り動かされ、 私は彼が折れたのを見たが決して屈服するのを見たことはないと表現した。当時の多くのアメリカ作家と同様にボールドウィンは1948年から長期間ヨーロッパに渡って住んだ。最初の目的地はパリであったが、そこではアーネスト・ヘミングウェイ、ガートルード・スタイン、カイ・スコット・フィッツ・ジェラルド、リチャード・ライトなど多くの作家が住み、著作をものにしていた。 アメリカに戻ったボールドウィーンは、積極的に公民権運動に関わるようになり、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアと共に、首都ワシントン DC へ行進を行った。1980年代早くに、マサチューセッツ州西部の5大学の教職に就き、そこにいるときに、マウント・ホリオク・カレッジで、将来の劇作家スーザンイコール、ローリー・パークスの主となった。後にパークスは2002年に、 ピューリッツァー賞議局部門を受けた。しかし、ボールドウィンは長く、アメリカにとどまらず、余生は国外での居住を繰り返し、特にトルコのイスタンブール及び南フランス3イコールポールイコールドイコールバンスでの滞在が長かった。1987年、63歳の時に3イコールポールイコールドイコールバンスで食道岩のため死去。百五十三年、 ボールドウィンの諸情作、自伝的教養小説、山に登り鉄芸を出版した。2年後には、最初の随筆集、アメリカの息子のノートが出た。ボールドウィンは生涯その文体における実験を続け、詩、戯曲と共に、小説や随筆を出版した。1956年に出版された、ボールドウィンの2番目の小説、ジョバンニの部屋は、 その露骨な同性愛描写のために出版された時から議論が沸騰した。ボールドウィンはこの作品の出版で既存の価値に抵抗することになった。ボールドウィンがアフリカ系アメリカ人の経験を扱う作品を出版すると大衆が期待していることは分かっていたが、ジョバンニの部屋は白人のみが登場するものであった。次の二作品、もう一つの国と列車は、 どのくらい前に出たか教えては、黒人と白人が登場し、異性愛、同性愛及び両性愛を扱った秩序をかき回すような実験小説であった。同様にボールドウィンの長編随筆、交差点で降りろ、ダウンアップザ・クロス、出版された時の題で、次は飛騨の方が知られているは、1960年代の小説に激しい不満を表している。この随筆は、 キリスト教と急成長する黒人イスラム教運動との不穏な関係について述べられており、当初ザ・ニューヨーカーの2回の特大版で出版され、ボールドウィンが思い通りにならない公民権運動について南部を公園旅行している間に1963年のタイム誌の表紙を飾ることになった。穏やかでない関係について述べていた。 ボールドウィンの次の作品も長い随筆で、通りでは、7市は1960年代後期の自己体験を、下に、具体的には、個人的な3人の友人、メドガーエバース、マルコム、およびマーティン・ルー・サー・キング・ジュニアの暗殺について、書かれていた。1970年代および1980年代の、ボールドウィンの作品は、大まかに見て批評家に取り上げられていなかったが、 それは1960年代の黒人指導者の暗殺、同性愛犬王者のエルドリッジ・クリーバーによ、氷の魂による、ボールドウィンに対する悪意ある攻撃、ボールドウィン自身が南フランスに戻ったことなどが一因でもあった。1972年には、ワンデイ・ウェン・アイ・ワス・ロストという映画化されなかったシナリオが出版された。1970年代に書かれた2つの小説、 ビールストリートが話すことができたらと、私の頭の真上は、黒人家族の重要性を大きなテーマにしており、続いて、詩集、ジミーのブルースと、長編随筆、まだ見ていないものの証拠を出版して、文学活動を終えた。最後の随筆は1980年代早くに、起こったアトランテ子ども連続殺人事件に対する考察を繰り広げた。他の作家に与えた、 ボールドウィンの影響は深いものがある。トニーモリソンは、ライブラリー・オブ・アメリカのボールドウィンの小説と随筆の巻を編集し、最近の重要随筆集でも、この二人の作家を結びつけている。1987年、メリーランド州ボルチモアの写真報道家、ケビン・ブラウンは、国立ジェームズ・ボールドウィン文学協会を設立した。この協会は、 ボールドウィンの生涯と遺産を祝う無償の公開行事を行っている。2005年、アメリカ合衆国郵便公社は、ボールドウィンを描いた一級郵便切手を発行した。これは表面にボールドウィンの肖像、裏面の紙を剥がすと短い電気が書かれていた。短編小説、ソニーのブルースは、多くの短編集にも掲載され、大学の文学入門講義にも使われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。